お姉ちゃん、付き合う男性はちゃんと選ばなきゃダメだよ。お姉ちゃんは可愛いし性格もいいけど、ちょっとおっとりしすぎというか抜けてるところがあるから、変な男に騙されたら大変なんだからね。あんたみたいなニートは社会のゴミなのよ。さっさと別れなさいよ。彼女の妹にニートと勘違いされ見下されている俺。その声は大きくフロアに響き渡り、周りの注目がみんな俺たちに集まった。その中には委員長先生の姿もあり、俺はやばいことになったと後頭部をポリポリと書いた。そして妹は地獄に落ちるのだった。俺は大山文也、医師免許を持っているが、先日まで日本を離れていたため、今は職に就いていない。時間にとらわれない自由な生活を今は満喫している。以前、大学病院で外科医をしていた時は、忙しすぎて休む暇などほとんどないどころか、食事をとる時間も満足に取れずに呼び出されることも多かった。今は温かい食事をゆっくりと取れることや、ベッドで朝まで睡眠を取れることに幸せを感じながら過ごしている。今日は彼女の谷口環奈と久しぶりにデートをする日だ。環奈とは大学の同期だった。受験の日にたまたま席が隣になり、挨拶したのがきっかけだ。大事な受験だというのに、俺は消しゴムを忘れてきてしまったことに直前で気がついて焦っていた。そんな俺を見かねて、自分は予備を持っているからと真新しい消しゴムをくれたのだった。ずっと頑張ってきたんでしょ？私も一緒だもの。こういう時は助け合わなきゃ。遠慮しないでほしいな。そう言って笑った彼女が女神みたいに見えて、この時から俺は彼女を好きになった。幸い俺もカンナも無事に合格し、再会したのは入学式だった。彼女も俺に気がついてくれて友人になることに成功した。それからの俺の行動は全て彼女中心になった。なるべく話しかけ仲良くして、講義の席も近くをキープ。彼女の興味ありそうなことは全て調べて話が合うように頑張ったし、なるべくよく見られるようにファッションも研究した。身長だけはどうしようもなくて諦めたけど、もちろん幻滅されたくないから勉学も頑張った。学年でトップの成績を維持できるようにがむしゃらに勉強したおかげで、彼女も俺を頼ってくれるようになった。そして大学2年の夏、仲間たちと一緒に行った旅行の夜、彼女を散歩に連れ出すことに成功した。月夜の明るい、まだちょっと蒸し暑い日だった。宿泊先は歩いてすぐに海岸に到着する好立地で、俺たちは歩いて海へと向かった。夜の海は昼間の賑やかさとは対照的にとても静かで、波音だけが響いていた。控えめな月の明かりが海に反射してキラキラと星のように光っている。いつまでも見ていられそう。神秘的で綺麗ね。そういったカンナの表情は暗くてよく見えなかったけど、きっと優しく微笑んでいるのだということが分かって、どうしようもなく思いが溢れてしまったのだ。カンナちゃん好きだ。告白のシチュエーションはいろいろと考えていたけれど、いざその時を迎えてみると、ありきたりの言葉しか出てこないものらしい。俺がその言葉を言うと、彼女は驚いたように俺の方を向いた。大きな目をさらに大きくして、ゆっくりと彼女の両手が口に当てられる。え、文也くん、本当に？本当だよ。受験の時に消しゴムを貸してくれた時に好きになったんだ。お願いだ、俺と付き合ってください。そう言って頭を下げて右手を彼女の方に差し出した。永遠とも思える時間に思えたけれど、実際にはほんの数秒だろう。
少し間を置いて彼女が俺の手に触れた時、勢いよく頭を上げた。彼女は一瞬驚いたようだったけど、すぐに笑顔を見せてくれた。私でよければ喜んで、私もずっとふみやくんの何にでも一生懸命なところ尊敬できるし、かっこいいなって思ってて。本当に？本当だよ。よろしくお願いします。そう言って彼女も俺に頭を下げる。こちらこそと俺も頭を下げて、二人で何度もお辞儀をしている状況がおかしくて、二人で笑い合った。それから今日に至るまで俺たちは付き合いを続けている。長い間一緒にいるからか、考え方が似てきたり、まるで長年連れ添った夫婦のようだなどと揶揄されることもあるが、俺はいつでも新鮮な気持ちでカンナに惚れ直している。今日だってニコニコと楽しそうにココアのカップを持つ彼女がとっても可愛い。ボルドーのニットも黒のフレアスカートも千鳥格子のストールもまるでオーダーメイドのように似合っている。もしかしてこの世界自体彼女のためにあるんじゃないか。そうか、やっぱりカンナは女神なのかもしれない。フミヤは帰国してからどうしてるの？あらかた自分のことを話し終えたからか、カンナは小首をかしげてそう聞いてきた。その仕草も小動物みたいで可愛い。彼女の可愛らしさを世界中に叫んで回りたいくらいだ。そんな考えをぐっと心の奥底に押し込めて、俺は極めて普通に返す。まだ拠点が決まっていないんだ。だからしばらくホテル住まいかな。収入がないから贅沢はできないけど、なんてったって今はニートだからね。ニートって自分で言っちゃうの？そう言って彼女はおかしそうに笑った。その笑顔は国宝、いや世界の宝だと思う。俺の全財産で買い取りしたい。仕事してないからね、収入ゼロだし。俺が自虐ギャグを披露すると彼女は笑ってくれる。なんて尊い時間なんだ、永遠に続いてほしい。そんなことを思うが、人生はそううまくいかないらしい。お姉ちゃん、唐突に明らかに彼女に向かって声がかけられた。二人揃って声のした方向を向くと、一人の女性が険しい顔をして立っていた。彼女は俺たちがお茶をしているテーブルのすぐ横に来るとカンナと話し始めた。お姉ちゃん偶然だね、デート？あら葉月、本当に偶然ね。そうよ、今デート中なの。こちらは大山文也さんよ。文也くん、この子は私の妹の葉月。妹さんなんだ、葉月ちゃんよろしくね。そう言って握手しようと手を差し出すと、彼女はゴミを見るような目を隠さず、一つため息をついて俺の言葉を無視した。え？無視かよ。この差し出した手はどうすればいいんだ？お姉ちゃん、付き合う男性はちゃんと選ばなきゃダメだよ。お姉ちゃんは可愛いし性格もいいけど、ちょっとおっとりしすぎというか抜けてるところがあるから。変な男に騙されたら大変なんだからね。え？ふみやくんはそんなことないわよ。さっきの話聞こえちゃったの。この男ニートで収入ないんですって？イケメンでもないし背も低いし、どうしてお姉ちゃんと付き合ってんのか私にはさっぱりわからないわ。さっきの話はただの冗談よ。彼はね、とにかく私は絶対に認めませんからね。全力で邪魔してやるから。私は予定があるから行くわね。じゃ。そう言って俺のことをじろりと睨み、妹はカフェを出て行った。テイクアウト用のコーヒーを手に持っていたので、ちょっと寄っただけだったのだろう。
足早でずんずんと歩いていく姿はどこか勇ましい。あの子、とってもいい子なんだけど、ちょっと思い込みが激しいというか。でもね、とっても優秀なのよ。私たちの後輩なの。成績もいいみたいで、来週から大学病院で実習なんですって。そっか。俺たちの後輩ということは、妹は医者の卵なのだろう。仲良しなんだね。そうなの。可愛い妹なのよ。きっと誤解は解けるから、あなたも仲良くしてね。ニコニコとそう言った彼女に俺はうなずいた。まるで聖母マリアのようだと、俺はのんきにそんなことを思っていた。カンナとのデートから数日後、俺は所用でカンナの勤める大学病院まで足を運んでいた。ここは俺も以前勤めていたところで、さらに言えばこの病院の付属の大学を卒業している。俺にとってはホームのような場所だ。用事は早々に終わり、カンナの顔を見て帰ろうかとエレベーターホールで待っていると、後ろから何人かの白衣の集団が歩いてきた。どうやら実習生とその監督役の医師たちだ。医師たちの方は何人か見覚えがあるが、実習生の中にも一人見たことがある顔があることに気がついた。彼女も俺に気がついたらしく、あっと声を上げた。どうしてあんたがここにいるのよ。俺を指さしてそう叫んだ彼女はカンナの妹のハズキだった。こらこら、人を指さすのはお行儀が悪いよと思いながらも笑顔を作る。俺がここにいる本当の目的はまだ彼女には言えないので、どうごまかそうか考えていると、ハズキはさらにわめき立てた。あんた、もしかしてお姉ちゃんに会いに来たの？何よそれ、ストーカーじゃない。ニートでブサイクでストーカーって、あんたどんだけ最低なのよ。お姉ちゃんには近づけさせないわよ、この犯罪予備軍。あのちょっと葉月さん、名前呼ばないでよ。お姉ちゃんが優しくてちょっと騙されやすいからって、解消性のない男なんてお呼びじゃないの。ニートはニートらしく家にでも引きこもってなさいよ。うちのお姉ちゃんには優秀で高収入で背が高くてイケメンで優しくて家事だって何だってこなせる男しか認めないんだから。あんたとは正反対のね。おいやめろよ谷口、この人は。これ以上お姉ちゃんに関わらないでよ。居座るようだったら警察呼ぶから。って実習中だからスマホ持ってないわ。あんたの仕業ね。だから何を言っているんだ谷口、落ち着け。頼むから落ち着いてくれ。お前だいぶ混乱しているぞ。そう言って元同僚の医師が葉月を止めるが、彼女はじっと俺を睨んでいる。あのな、この人は以前この病院に勤めていた外科医の大山先生だ。は？医者？葉月は驚いたように俺と元同僚を交互に見た。だってニートって言ってたじゃない、収入がないって。あれはアメリカから帰ってきたばかりでまだ勤め先が決まってなかったし、収入がないのはその通りだからさ。嘘で、でもいくら医師免許があったって勤め先が決まってなければ無職じゃない。それなんだけど。大山くんなら今日付けでうちに復帰してくれることになりましたよ。背後から顔を出してそう言ったのはここの病院の院長だった。ひょうひょうとした雰囲気を持つ高校野といった印象の院長はニコニコと笑いながら俺に一枚の紙を手渡してきた。大山くん、忘れ物。はい、辞令書。ほらね、ここに今日付けで外科に来てもらうことになったから、
実習の時はお世話になるんだから、実習生も彼の顔を覚えておきなさい。なんてったって大山くんは難しい手術を何度も成功させた天才外科医ですからね。彼の技術を見るのはとても勉強になりますよ。そう、俺が今日この大学病院に来たのは、またここで働くため、アメリカに行きたいと言った俺を心よく送り出し、さらに帰る場所も用意してくれたのは、他でもないこの伊集院院長だった。院長は俺の実力を買ってくれていて、俺のわがままを許してくれていたのだ。しかし、他にも伊集院院長にはいろいろと借りがあるので、返していかなければいけないのだが、お前、確か外科志望だっただろ。大山先生にはいろいろ世話になるから、今のうちに謝っとけ。葉月の隣にいた医師がそう言って彼女の肩を叩くが、葉月は唖然とした様子で、信じられないと嘆いていた。まあ仕方がないと思う。自分で言うのもなんだが、俺はどうも頼りない見た目というか、下手すると学生にしか見えないとまで言われる外見をしているのだ。でもいくら外科医として優秀でも、ずっとお姉ちゃんのことをほったらかしてたじゃない。お姉ちゃんが寂しがってたの私知ってるんだから。だから彼氏がどんなやつか一目見てやろうと思って、あの時後ろをつけてたのよ。そしたらこんなに頼りなさそうなやつだから。カンナを寂しがらせていた。そう言われると俺は弱い。葉月はきっと姉であるカンナのことが大好きなんだろう。だからこそ俺に対してこんなに攻撃的なのだ。もともと寂しがらせているような彼氏が実はニートだったとなれば、文句を言いたくなるのも仕方ないような気がする。引き止めるカンナを説得して、一人米国に渡ったのは紛れもない俺なのだから。それは、俺が口を開いた時だった。いつもの館内放送とは違う音のチャイムが鳴り響いた。そこにいた医師全員の顔色が変わる。コードブルー、コードブルー、医療スタッフは循環器病棟検査室に集まってください。その放送を聞くや否や俺は走り出した。コードブルーとは、命に関わる重大な急変が起きて医療スタッフの手が必要な時に放送されるのだ。俺と同じく何人かの医師や看護師も急いで向かう。もちろん誰かの命を救わなければならないという思いもあったが、今は嫌な胸騒ぎが俺の頭の半分以上を占めている。カンナは今日持病の検査のため病院を訪れているのだ。もちろん毎日医師としてこの病院に勤めているが、今日は非番だった。検査は待ち時間が多いので、少しは顔を見られるかと、俺は自分の用事が済んだら彼女の元に向かおうと思っていた。カンナは心臓に珍しい疾患を抱えていた。そのために定期的に検査を受けているのだ。大学病院に検査に来る人なんて何人もいるはずだし、彼女とは限らない。そう思っているものの、胸騒ぎは収まらない。そしてそんな俺の予感は当たってしまったのだ。谷口さん、しっかり、谷口さん。看護師が必死に呼びかけて心臓マッサージをしているのは、紛れもなくカンナだった。青白い顔をして、目は固く閉じられている。ぐったりとしていて、呼吸状態もあまり良くないようだった。カンナ、どういった状況なんだ。俺は近くの看護師に状況を聞いた。検査が終わって部屋を出るときに急に苦しそうに倒れてしまって、胸骨圧迫を始めて現在2分です。 AED は手配してあります。わかった、代わろう。お願いします。カンナ、目を覚ませ。カンナ。俺は心臓マッサージを看護師と交代し、
必死に彼女の名前を呼んだ。しかしカンナの目は固く閉ざされたままで、様子は変わらない。俺たちの周りでは医師や看護師たちがバタバタと慌ただしく動いている。これも一人の命を救うためだ。お姉ちゃん、嘘、なんで？遅れて駆けつけたのか、葉月の姿もそこにあった。しかし構ってなどいられない。俺は必死にカンナに声をかけながら心臓マッサージを続けていた。 AED 到着しました。一人の医師が AED を持って駆けつけ、テキパキと準備を始めた。準備できました。大山先生、離れて。電子音とともに電気ショックが与えられる。しかし状況は変わらない。カンナ、カンナ。次の電気ショックまでさらに心臓マッサージを続ける。電気ショックします、離れて。2回目のショックの後、カンナに少し咳反応が見られた。よし、戻ったぞ。反応が見られたということは心拍が戻ったということだ。わっとその場が湧くが、まだ安心はできない。大山くん、手術室の手配ができた。頼めるか？もちろん、行けます。先ほどのひょうひょうとした雰囲気は消え、真剣な眼差しでそう言ってきたのは伊集院院長だ。院長はカンナの病状を知っており、働きながら治療を行うことを認めてくれていた。そして彼女の検査の結果や病気の進行を逐一報告してくれていたのだ。もちろん彼女の許可は取ってある。カンナの病気は日本ではほとんど症例がなく、どう治療すればいいのかほとんどわからない状態だった。ただ対症療法で症状を抑えるだけしかできずに、だんだんと心臓が弱くなっていくのをただ見ているだけで歯がゆい思いをしていた。彼女は病を受け入れ、ただただ諦めたように微笑むばかりだった。そんな時、アメリカでいくつか似たような症例があり、手術によって完治したという論文を見つけた。それは俺にとって希望の光だった。カンナの病気が治るのならばどんなことでもしたい。それしか考えられず、すぐにアメリカの病院に連絡をした。そしてトントン拍子に俺のアメリカ行きが決まったのだ。しかし難色を示したのはカンナだった。フミヤ君の気持ちは嬉しい、でも私はもう長く生きられないかもしれない。そんな時にフミヤ君が近くにいてくれないのは寂しすぎるわ。一人になるのは嫌。ねえ、お願い、そばにいてほしい。もう私には時間がないのよ。少しでいいから思い出を作ってよ。そんなこと言わないでほしい。俺は誰よりカンナが大事で、カンナがいないと俺の人生だって意味のないものになってしまうんだよ。だから頼む。君が君の命を諦めないでほしい。君は医者だろ？医者は人の命を諦めちゃダメだ。俺はきっと君を助けるから。それまで待っていてほしい。頑張って生きていてくれ。お互い涙を流しながらの訴えに、最終的にカンナが折れてくれた。彼女も俺の医師としての実績や実力を認めてくれていた。俺なら信じられると最後にはそう言ってくれたのだ。フミヤ君、待ってるからね。信じてるからね。任せとけ。超特急で学んでくるから、それまで体調管理には気をつけていろよ。うん、フミヤ君も体調崩さないでね。それから1年半、思った以上に時間はかかってしまったが、アメリカでも何度か手術を経験し、症例の研究もした。カンナの命を助けられると自信がついて日本へと帰ってきたのだ。手術ってどういうこと？お姉ちゃんはそんなに良くないの？私にはちょっと体調が悪いだけだって。人の波をかき分けて葉月が俺に話しかけてきた。
葉月も顔面が蒼白で今にも泣き出しそうだ。それはそうだろう。大好きな姉が突然心肺停止状態になったのだから。おそらく心配をかけたくないって君には教えなかったのかもしれない。きっと治る自信がカンナにはあったんじゃないかな。だから大丈夫。俺がきっと治してみせる。そのためにアメリカまで行ったんだ。俺だって生半可な気持ちで海を渡ったわけではない。葉月に言った言葉は自分に言い聞かせた言葉でもあった。君はご両親に連絡をしてほしい。大丈夫。医者が患者の生命力を信じなくてどうする？君のお姉ちゃんは強い人だろう。そうよ。あなたに言われなくても知ってるわ。お姉ちゃんはこんなことでは負けない。あなたのことも信じるわ。お願いします。お姉ちゃんを助けて。ああ、絶対に助ける。俺は決意を胸に急いで手術室に向かった。心を落ち着かせるための手術前のルーティーンを一つ一つ行っていく。着替えて、マスクをして、手を洗って、一つ一つ重要事項を確認して、オペ室のスタッフを見渡した。それでは、オペを開始します。手術は10時間という長い時間がかかったが、無事に成功した。手術から数週間が経ち、俺はカンナの病室を覗いた。そこには、私服姿の葉月がいて、楽しそうに話をしている。カンナ、体調はどう？とっても順調に回復しているわ。みんな親切で快適よ。歩き回れないのが残念だけど。そりゃ、心臓が一回止まってるからな。もう少し我慢してくれ。そういや、葉月ちゃんは実習は休みなのか？今日はお休み。明日からは外科に行くことになってるの。よろしくね。お、に、い、ちゃ、ん。あの事件があってから、葉月は俺の見る目が変わったのか、少しは認めてくれているようだ。それどころか、実習で疑問に思っていることなども質問に来るようになっていて、コミュニケーションが取れるようになり、ほっとしている。ああ、私、喉乾いちゃったな。飲みたいものが1階のコンビニしかないから、ちょっと時間かかるけど、行ってきます。お二人ともごゆっくり。葉月はそう言って、いたずらに笑いながら部屋を出て行った。ちょっと雑な気遣いに思わず笑みがあふれる。特に急ぐような仕事もないので、俺はベッドの脇の椅子に腰掛けた。一時はどうなることかと思ったけど、よかった。全部文也くんのおかげです。初めて会った受験の日、消しゴムを貸しただけなのに、命まで助けてもらっちゃった。文也くんがいなかったら、私の人生全く違うものになってたわね。本当にありがとう。そう言ってカンナは俺の手を取った。彼女の手は温かくて生きてるって実感できる。それがなんだか嬉しくて、俺はその白い手をそっと握り返した。カンナがいなければ、俺はこんなに一生懸命に生きていないよ。大学の勉強だって、医者になってからだって、カンナにかっこいいところを見せたいから頑張れたんだ。君は、俺の生きる原動力なんだよ。じゃあ、お互い、いなければダメってことね。そうだな。長生きしてくれよ。文也くんも。俺たちはそう言って笑った。その後、カンナは無事に退院し、職場復帰も果たした。体調と相談しながら自分なりのペースで毎日を過ごしている。美人で優しい女医は今日も外来で大人気だ。葉月は一生懸命に実習に取り組んでいるらしい。カンナに憧れて目指した医師の道だそうだが、勉強熱心だし、かなりの適性があると思っている。ただ、若干の思い込みの激しさはまだ治っておらず、反省することも多いそうだ。そこはまあ、頑張ってほしい。俺はとにかく毎日忙しい。
伊集院院長は俺のアメリカ行きの時にいろいろ便宜を図ってくれたが、そのことをちらつかせては俺をこき使っている。まあ恩義を感じているから報いたいとは思っている。いろいろあったけれど諦めずによかったと思っている。アメリカにまで渡った俺の執念は見事にカンナを救ってみせた。でもこれは俺一人の力じゃなくて、カンナ本人の生きようって思う心とか、葉月たち家族の家族を思う心とか、委員長はじめ周りの人たちの手助けとか、そういうものが全部あってのことだから、つくづく彼女は周りから愛されているのだと感じた。まあ一番彼女を好きなのは俺だけど、大好きな人と過ごせる毎日は決して当たり前ではない。だからこそ一日一日を大切に生きていきたい。俺は俺の幸せを、俺たちの幸せを絶対に諦めない。そのために今日を全力で生きていこうと心に誓ったのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。中卒の無能はクビ。俺を中卒だと勘違いして俺を見下してくる部長、正論を言っても俺の言葉なんて聞く耳ないと言わんばかりに否定してくる。無能で底辺のお前はクビ。お世話になりました。そんな部長にも俺は全くかばってくれる様子のない同僚たちにも嫌気がさし、俺は会社を去ることにした。そして俺は全てを包み隠さず実家に話した。大変申し訳ありませんでした。翌月実家から部長宛に手紙が届いたことで顔面蒼白になることに。俺は坂口良平、24歳。俺の家は5人家族で3兄弟の末っ子として育った。長男の大輔は責任感があって何事にも真剣に取り組むタイプ。姉の美和は温厚で大和なでしこなタイプだ。良平、一緒に遊ばないか？うん、じゃあお姉ちゃんとおやつ食べようね。兄弟仲は良好で二人はよく俺の相手をしてくれた。俺もそんな二人を尊敬し大好きだった。本当にお前たちは仲良しだな。本当ね、いつも一緒にいるもの。両親の仲もよく自他共に認める仲良し一家だった。そんな家庭で両親からしたら年を取ってからできた子供、兄たちからは少し年齢が離れた弟ということで、俺は溺愛されていた自覚がある。良平は優秀だな。こんなに頭がいいんだから将来は安心だな。本当、それにこんなにかっこよくなって。ちょっと兄さんも姉さんもやめてよ。正直それが少し恥ずかしいと思っていた。とはいえ俺も同じくらい家族が好きだったから、それを甘んじて受けている。良平、今度の誕生日何が欲しい？最新の世界地図。本当に良平は地図が好きだな。俺は昔から世界地図を見るのが好きだった。地図を見ながら様々な国を調べて空想旅行をする。日本なら有名な観光名所を巡る日本一周の旅や、地元の人しか知らないスポットに行くぶらり旅、ヨーロッパ旅行ならベルギーやクロアチアの世界遺産を巡る旅、台湾で美味しいものを食べ歩きする旅なんかも考えたりした。そんな風に考えた旅行を両親や兄弟に話すと、いつも俺のことを褒めてくれた。それがより俺の空想旅をはかどらせた。いつか良平の案内で海外旅行に行きたいね。いつも決まって言ってくれるセリフ、いつしかそれが俺の夢になっていた。そんな俺は今旅行会社に就職することに。こちらが私のおすすめのプランです。わあ、これいいな。幼い頃から培われた知識を生かして
お客様に旅行を紹介する仕事は転職だと思っていた。俺の考えた旅行プランで、お客様が顔を輝かせる瞬間が、俺にとって幸せの時間だった。ある時、可愛がってくれていた上司の青山部長が、転勤で関西に異動になってしまった。何もわからなかった俺に、いろいろと教えてくれた上に、俺がたとえ小さいことでも成功すれば、食事に連れて行ってくれるような人だった。今日からこの部署の部長を任せられる武田義明だ。俺はあの有名私立大学を出ている。だから俺の言うことには従ってもらう。その代わりに新しい上司としてやってきたのが武田だった。武田はいわゆる学歴主義で、自分が有名私立大を出ていることを自慢していた。しつこいくらいに有名私立大学の名前を出すものだから、みんな武田にバレないようにうんざりとした顔をしている。おい坂口、お前大学はどこだ？武田は俺にもそんな風に声をかけてきた。日本の大学は出ていません。そう答えれば武田は怪訝そうな顔をした。じゃあどこの高校だ？高校も行っていないんです。執拗に聞いてくる様子に内心困りながらも、上司相手だから素直に答えた。すると武田は俺を見下したように笑った。じゃあ中卒なのか？どうしてこの会社に入れたんだ？なんか変なコネも使ったのか？大げさな様子で明らかに俺をバカにしたように聞いてくる武田に、いい加減げんなりしてしまった。学歴は確かに就職するときに重要だとは思うが、働き始めたら俺は関係ないと思っている。だからここまでしつこく聞かれて嫌になっていた。コネといえばそうかもしれないです。それだけいい。俺はちょうどかかってきた電話の対応をする。武田の学歴自慢に付き合うより仕事の方が優先だ。なんだそうか。そう言ってニヤニヤしていたのは見えていたが、その後は電話の対応で手一杯になり、そこまで気にしていられなかった。おい中卒。その後から武田は俺をそんな風に呼ぶようになっていた。それだけではなく、お前にこんな仕事はできないだろう。漢字読めるのか、英語わかるのか。そうやってバカにしたように言ってくる始末だった。正直うざかったが、気にしないように仕事をこなしていた。しかし何かにつけて中卒の無能と言って、仕事の邪魔をしてくるため、俺もだんだんとイライラしてくるようになっていた。しかも武田は、こいつは中卒の無能なんで、と俺が担当している顧客に対してもいい、別の人に振り返させたりするようになった。はっきり言って、そんな状況では俺も仕事にならない。どうしたもんかな。そんな風に悩んでいた時だった。あの武田部長、坂口さんへの態度、正直どうかと思います。あ？坂口さんは今までしっかりと仕事をこなしていました。わざわざ担当を変えたり、中卒だと言い回る必要はないと思います。同僚の野本美雪さんが武田の仕打ちを見かねて意見してくれた。部下のくせに俺に口答えする気か。すると武田は野本さんにも嫌がらせをするようになった。女のくせに男に意見しやがって、そんなに男と関係を持ちたいのか。そんな見た目じゃ女として相手されないんだろ。なんてことを言うんですか。下品な言葉を言ったり、体型や容姿をやゆったりするようになったのだ。そんな武田に怒りが湧くが、他でもない野本さんに止められて黙るしかなかった。うわひどいな。あの二人に関わったら俺たちまであんな仕打ちをされるぞ。その様子を見て他の同僚は、俺や野本さんの二の舞にならないように遠巻きにするようになった。必要最低限の会話しかせず、関わってくることが減っていた。俺たち二人は武田のせいで会社で孤立するようになっていった。俺のせいで本当にごめん野本さん。いいんですよ、私は自分で考えて行動しただけなんですから。俺たちは励まし合いながら仕事をしていた。
武田は嫌な奴だし、会社の空気は最悪だ。だけど、その分野本さんのいいところを見つけることができた。顧客に対してまっすぐに、真剣に向き合う姿には、俺も見習わないとと思った。彼女の存在が、俺を支えてくれていた。それからしばらくして、野本さんがある年配の夫婦の対応に入っていた時のことだった。すみません、失礼します。部長。そこに武田が割り込んだ。嫌な予感がして野本さんの助けに入りたかったが、俺自身他のお客様の対応しているため動けなかった。彼女は仕事ができなくて心配で様子を見に来ました。何か困っていることはないですか？他のものに担当を変えることもできますよ。武田は野本さんの顧客に対してそんなことを言い始めた。俺の時と同じやり方に見ているだけでもイライラした。それを表に出さないように、お客様に失礼にならない範囲で様子を見守る。一方で年配の夫婦は穏やかに対応していた。野本さんの接客は丁寧で、以前旅行した時もとても快適だった。ええ、何も困っていることはありませんよ。そう答えたが、それが武田には気に食わなかった様子だ。しかし、ご年配のご夫婦が旅行するには、ちょっと日程やコースが厳しくないですか？私ならこのようなコースは提案しません。そう言って、野本さんのプランを否定した。ご年配のって、余計なお世話だろう。いや、そんなことはない。これは私たちが希望したコースだ。野本さんは最大限配慮してくれていますよ。いえ、それでも。武田は何が何でも難癖をつけたい様子だ。何度も年齢の、私なら、みたいなことを言って、野本さんのプランを否定しようとしていた。年寄り扱いもいい加減にしろ。やがて、その態度は年配夫婦の旦那さんを怒らせてしまい、そう怒鳴りつけられた。申し訳ありません。もうここには頼まん。すぐに野本さんが謝罪するが、夫婦はそう言い捨てて帰ってしまった。ふん、あんな客に時間をかけるんじゃない。部長が失礼な態度を取られたから怒られたんですよ。うるさい、さっさと仕事をしろ。その仕事を邪魔したのはお前だろう。そう言いたいのを我慢し、俺は後で野本さんのフォローをすることにした。え、あの年配夫婦があの会社の社長夫婦だった？その後、あの夫婦はある会社の社長夫婦だというのが判明した。もうここには頼まないと言っていたため、大きな顧客を失ったことになる。お前の責任だぞ野本。お前がちゃんと対応しなかったから顧客を失ったんだ。はじめは自分の失態に顔を青ざめていたが、すぐに武田は野本さんを責め始めた。それはあまりにも理不尽です。部長が割り込むまでご夫婦は前向きに検討していてくれました。部長が年配と何度もおっしゃるから、旦那さんが不快に思われたんです。さすがの理不尽に野本さんも反論をする。野本さんの言葉は正論だ。しかし、なんて生意気な態度だ。ただでさえ女らしくない顔なのに、そんなんじゃ彼氏など一生できんだろうな。武田は仕事とは関係ないこともバカにし始める。これ以上は黙って見ていることはできなかった。武田部長、それは関係ないことですし、野本さんの尊厳を傷つけていいことになりません。俺は野本さんをかばうように二人の間に入った。俺が割り込んだことに驚きつつも、睨んでくる武田を俺も睨み返した。部長の言っていることは仕事の内容と全く関係ありません。それに部長の発言はコンプライアンス違反にあたります。なんだと？そもそも部長が野本さんの仕事に口出ししたことが発端です。ご夫婦が怒って帰ってしまったことに関して野本さんに責任はありません。今回のことははっきり言って部長が悪いです。なっ、貴様。いい機会だと素直に自分の考えを言った。それに武田が激高する。
なんて生意気なんだ、無能の中卒のくせに。今度は俺のことも罵り始める。そしてにやりと笑った。お前はクビだ、中卒の無能はクビ。俺を指さして宣言してくる。そんな武田とは逆に俺は冷静になった。部長に一社員をクビにする権限はないはずですが、お前の退職届は出してやる。そんなの人事が通すとでも。人事部長は俺の友人だ。俺の言うことなら何でも聞く。正論を言っても俺をクビにすると言い張って聞かない。ちらっと周囲を見れば同僚たちは巻き込まれないように顔を伏せている。だから無能で底辺のお前はクビ。わかりました。今までお世話になりました。俺はかばってくれない同僚も見下している武田も何もかも嫌になってしまった。俺は冷たく言い放って会社を去ることにした。坂口さん。野本さん、可能ならしばらく休むんだ。できれば来月まで。一つ気がかりなのは野本さんのことだった。とはいえ俺が今できることはない。俺はそのまま会社を出て行った。良平、こんな時間にどうした？何かあったのか？ちょっと兄さんに報告があって。俺は会社を出てすぐに兄に連絡を取った。実は兄には上司と会わないと相談していたのだ。それならうちの会社に来いよ。そう言って兄は俺を誘ってくれた。実は俺の実家は大手のホテルを経営している大きな会社なのだ。国内で非常に人気のあるリゾートであり、なかなか予約が取れないことで有名だ。そんなホテルの経営一族が俺の実家だった。ごめんね、兄さん。いいんだよ。というか、俺としてはもっと早くうちに来てほしかったくらいだし。兄も姉も父の会社で働いている。俺は外で働いて見識を深めたい、家族の力を借りずに頑張ってみたいと旅行会社に就職を決めたのだった。旅行会社の仕事も楽しかったんだけどな。そして俺は父の会社に転勤した。俺の父が経営しているリゾートホテルは国内に5カ所、ハワイに1カ所ある。どこも人気であり、なかなか予約が取りにくい。ありがたいことに常に予約待ちの状態で半年待ちがザラだ。しかし俺のコネで前の職場である旅行会社は予約を優先的に取れるようになっていた。それで退職したって何があったんだ？例の上司に何をされた？実は俺が武田にされたことや会社での様子をすべて話した。そんな奴がいるのか。傭兵にそんな態度を取るなんて絶対に許せない。俺の話を聞いた家族は激怒した。そしてすぐに動き出すことに。早速社長である父と専務である兄の連名で前の会社宛に書類を届けることにした。証拠は十分にある。今までの暴言を俺は兄のアドバイスで録音しておいたのだ。ひどいですね。これだけの証拠があれば十分です。これらを会社の顧問弁護士に聞かせて相談すると名誉毀損で訴えられると言ってくれた。それにより弁護士と相談しながら早速内容証明を作成して会社からの契約解除の知らせとともに送付した。さてどんな顔をするかな、武田のやつ。郵便が届いたらしく、それからすぐに前の会社の社長と武田が謝罪に訪れた。この度は本当に申し訳ありませんでした。社長は深々と頭を下げて謝罪してくれた。その横で武田はまだ何が起きているのか分かっていないのか、社長と俺に何度も視線を向けている。まあ俺を見るときは睨むような視線だけど。そんな武田を置いといて弁護士が説明を始めた。それはあいつの陰謀だ。すると武田が声を荒げる。そんな様子に父と兄が顔をしかめていた。中卒のくせに余計な知恵ばかりつきやがってと俺を睨みつけてくる。そんな俺の横で
兄は怪訝そうな顔をした。良平が中卒？何を言ってるんですか？え？確かに良平は日本の学歴は中卒だが、中学卒業後アメリカに渡ってハイスクールを卒業したんだ。その上カリフォルニア大学のバークレー校を出ている。決してあなたにバカにされる学歴ではないはずだ。そして兄は武田に冷たく言い返した。武田は兄の言葉に驚き硬直している。そんなこと知らない。少しの間を置いて武田は呆然としたようにつぶやいた。学歴をひけらかすのは下品でみっともないと思いまして。そのつぶやきに俺はそう答えた。武田はその言葉が自分へ向けられたものだと理解したのか、顔を赤くする。周知でというより怒りで真っ赤になっているようだ。さすがですね。甘やかされてきたお坊ちゃんは言うことが違う。上司の指導も聞き入れないはずだ。怒り浸透といった様子でまた俺をバカにしてくる。指導ね。これがあなたの言う指導ですか？そう言って俺は今までの暴言を再生した。そこから出てきた聞くに堪えない暴言の数々に父も兄も怒りで武田を睨みつけた。その視線は見ているだけでゾッとするものだった。指導というにはいささか暴言が過ぎるのではないか？そう冷たく尋ねる父。社長は武田の暴言を初めて聞いたようで、信じられないものを見るように彼を見ていた。それは。視線が集まっている武田は顔を真っ青にしていた。まさか自分の暴言が録音されているとは思っていなかったんだろうな。言い訳の前に謝罪をしろ。大変申し訳ありませんでした。社長は武田の後ろ頭をつかむと無理やり頭を下げさせた。武田は抵抗することなく頭を下げている。暴言は自分だけでなく他の社員も受けていました。聞き取りをしてはっきりさせてください。今後自分のような被害を受ける人がいないようにしてください。俺は社長にそう伝えた。他の社員というのはもちろん野本さんのことだ。そちらで厳正な対応を約束してくれるのだったら契約は今まで通りにする。しかし今後社員が理不尽な目に遭うことがあり、それを知った場合直ちに契約は解除させていただく。父も社長にそう告げた。会社のコンプライアンスは何よりも重視されている。劣悪な労働環境の会社と契約しているのはこちらのイメージダウンにつながる。お互い良い契約を結べるように努力しようじゃないか。そう言った父の声は冷たい。まだ怒っているらしく、父の視線は頭を下げた体勢のままの武田に向けられている。これから調査を行います。必ず。社長は父の言葉を受け止め、しっかりとそう宣言した。その言葉にようやく顔を上げた武田は、自分の立場が悪くなるのを察してその場に崩れ落ちた。ではこれで失礼します。そんな武田を社長は引きずるように連れて行き、二人はこの場から去った。さてこれであの部長とやらも終わりだな。まあ良平を傷つけてこれだけで終わらせる気はないけど、兄さんほどほどにね。恐ろしいくらい綺麗な笑顔を浮かべる兄に、俺は心の中で武田に合唱した。本当にこのままうちで働いてくれるのか？そのつもり。正直部長のことを除いてもあの会社に戻りたいと思わないから。それから俺は前の会社には戻らずに、このまま父の会社で働くことになった。もともといつかは家業を手伝うつもりだったので、それが早まっただけだと思っている。ようこそ、存分に楽しんでいってください。旅行会社も楽しかったが、リゾートホテルには世界各国の人々が観光に訪れる。そんな人々と触れ合い旅を楽しんでもらえるようにもてなすこともとてもやりがいがあると感じていた。仕事はどう？あ、姉さん、これはこれで楽しいよ。よかった。旅行会社が転職だって言ってたから、
気になってたのよ。ありがとう。でもこうしておもてなしして嬉しそうな顔をしてもらえると俺もすごく嬉しいんだ。それにどこが楽しかったと話してるのを聞いてると昔を思い出して、あの頃みたいに旅行計画が頭の中で浮かぶんだ。そうなの？また今度ゆっくり聞かせてね。うん。そんな感じで俺は新しい職場でも楽しく仕事ができていた。それからしばらくして以前の会社の同僚である野本さんから丁寧な手紙をもらった。俺の件で会社の上層部が動き、大規模な調査が行われたこと、武田を糾弾する意見が匿名で多く寄せられ、彼の悪事がついに公になったこと、武田は降格、今では顧客対応もない官職に追いやられていること、会社では大規模なコンプライアンス研修が行われ再発防止に力を入れていること、助けてくれなかった同僚たちからも謝罪されて今では大変働きやすくなっている。それらの近況とともに俺が会社を去ってしまい寂しいと率直に綴られていた。野本さんは素直だな。正直俺も寂しいけど、野本さんを直接助けてくれたのは俺だけだった。そう書かれているが、それは逆だと思っている。俺のことを助けてくれたのは野本さんだけだった。坂口さんは間違っていませんよ。私も自分が正しいと思ったことをやっていますし、彼女のまっすぐな性格、力強い視線、どれも印象に残っている。そんなことを思い出していると俺は野本さんに会いたいと感じるようになった。同僚ではあったがプライベートな付き合いはなかったため連絡先を知らない。知っているのは会社の連絡先だけだった。それなら直接会いに行けばいいんだ。そう思い立って仕事終わりに以前の会社へと向かった。俺が会社に着くとちょうど野本さんが外に出ているところだった。あの夫婦はあの時の。野本さんはどうやら例の老夫婦を見送っている最中らしい。あの時怒って帰ったご主人は今はにこやかにパンフレットを手にしていた。旅行の日が楽しみですね。ああ、あの嫌な男もいなかったし、彼女に任せて本当によかった。すれ違いざまに聞こえた会話に思わず笑顔になる。野本さんは老夫婦が見えなくなるまで頭を下げていた。野本さん、坂口さん?顔を上げた野本さんに声をかけると、彼女は目を丸くして驚いていた。久しぶり。しかし、すぐに笑顔になって、そう言ってくれた。そんな彼女の笑顔に惹かれながら、俺はまず連絡先を交換したいと思った。それから無事に連絡先を交換し、何度かやり取りをして、一緒に食事をすることになった。正直、助けてくれなかった同僚をすぐに許すことはできないわ。その食事の席で野本さんは素直な感想を話してくれた。でも今はそれよりもそんな人たちを見返して出世してやるんだって思ってるの。ああ、そうなんだ。うん、いいと思うよ。ありがとう。それにね、やっぱり私この仕事が好きだから絶対に辞めないって思ったの。本当に彼女は強いな。しっかりと前を見ている野本さんを見て、そんな風に思った。坂口さんは今、どうしてるの？実家が経営しているホテルで働いてるんだ。え、実家？そこで初めて、俺は野本さんに自分のことを包み隠さず話した。野本さんは最初驚いていたが、また笑顔で俺のことを受け入れてくれる。そうだったんだ。でも、なんだか縁を感じるな。縁？坂口さんの実家が経営しているホテル、私が旅行会社に就職するきっかけのホテルなの。野本さんは幼い頃にうちのホテルに来たことがあるらしい。両親に連れられ楽しく観光してホテルでもてなされ、素晴らしい思い出になったそうだ。そこで他の人にもこんな風に楽しんでもらいたい、
ぜひおすすめしたい。そんな風に思うようになったらしい。やがて自分が考えたプランでお客様に楽しんでもらいたいと考え、旅行会社に入社したとのことだった。俺も昔からね。そんな彼女の話を聞いて、俺も昔よくしていた空想旅行について話した。野本さんもよくやっていたらしく、俺たちはすっかり趣味で盛り上がる。野本さん。何？前の会社にいた時から野本さんのことが好きだったんだ。よかったら俺と付き合ってほしい。俺の告白に野本さんは顔を真っ赤にさせる。そんな表情ですら愛しいと思うようになっていた。私もあの時坂口さんが会社を辞めた時にかばってもらってから坂口さんのことが好きだったの。だからすごく嬉しい。こうして俺たちは交際することに。休日にお互いのおすすめの場所に行き、一緒にたくさんの思い出を作るようになっていった。家族に交際相手ができたといえばみんな合わせてほしいというので彼女を紹介することに。君が野本さんだね。良平から話は聞いてるよ。兄の大好きだよ。あなたがいろいろと動いてくれたっていうお兄さんでしたか。おかげで私も助かりました。本当にありがとうございます。兄は丁寧に頭を下げる彼女を気に入り、俺と一緒に可愛がるようになった。姉も服の趣味などがあったらしく、楽しそうに談笑する姿を見れるように。野本さんと家族が仲良くなれてよかった。そんな俺たちに反して、武田はあれから大変だったらしい。官職に追いやられたストレスを家族に向けてしまい、離婚したようだ。まだ小学生のお子さんがいたらしいが、親権は奥さんの方に。しかもストレス解消として不倫までしたらしく、慰謝料に養育費にと多額の金を奥さんに払うことになり、借金をしたそうだ。さらに自暴自棄になったことで借金を重ねて、やばいところから借りてしまったらしい。取り立てが会社にまで来るようになり、自分が解雇されることになった。黒服に連れて行かれたのを最後に、今では誰も武田の姿を見ていないとのことだ。自業自得。せっかくの学歴があるんだから、しっかり働いてもらわないとな。そうつぶやく兄が怖かったのは内緒だ。それから野本さんの努力は認められ、順調に昇格。今では部長だ。俺もそれなりに責任ある立場となり、お互いに忙しいが、やりがいのある日々を送っていた。みゆきさん、ちょっと相談があるんだ。あら、どうしたの？実は今度恩返しに家族旅行を送ろうと思って。家族にはたくさん助けられ、たくさん支えられてきた。その恩返しを計画していたのだ。そうなんだ。私も賛成よ。というか、協力させてほしい。そう言うと思った。だから、一緒に旅行プランを考えてほしいんだ。もちろん、楽しんでもらえるような旅行を計画しましょう。俺たちの計画した旅行プランは家族に大絶賛を受けた。褒めちぎる兄たちに二人揃って照れてしまったのもいい思い出だ。本当にいい家族ね。だろ、俺の自慢なんだ。それから俺は父が経営するホテルを回りながら経営について学んでいた。今までとは違う世界だが、学べることが多くてとてもいい経験になっている。ちなみに父の後を継ぐのは兄に決まっているらしい。とはいえ兄の助けになりたいという一心で今は学んでいる。いつか良平が俺の右腕になってくれたら嬉しいな。そうなるように頑張るよ。そういう兄だがちゃんと仕事を見て評価してくれている。だからこそそんな兄の期待に応えようと日々努力しているのだ。姉の方も結婚が決まり、式の準備中だ。姉は両親が用意したお見合い結婚ではあるが、お互いを思い合っているのが、はためからわかるくらいの仲良しぶりだ。お姉さんたちが私に新婚旅行のプランを考えてほしいって言ってくれたの。見ててね。最高のプランを考えているから。みゆきさんも姉に依頼されて張り切っている。両親は相変わらず、仲良しだ。
大輔が後を継いだら母さんと世界一周旅行に行こうと思ってるんだ。昔良平が考えていたでしょ、それを参考にしようと思ってるの。そんな風に話す二人に少し恥ずかしかった。それでも昔の約束を覚えていてくれたことに心から嬉しく思った。俺は自分は家族に恵まれていると感じていた。家族の仲がいいというのは幸せなことである。昔から自分を慈しんでくれた両親と兄、姉、結構稼いでいる家とはいえわがまま放題にさせるのではなく、叱るときはしっかり叱ってくれた。子供の話を真面目に聞いてくれ、何年経っても覚えてくれている家族。これからは俺がそんなみんなの力になれるようになろうと思っている。どうしよう。どうかなされましたか？実は誰か困ったときすぐに手を差し伸べられるように力をつけていきたい。家族が助けてくれたように、みゆきさんがたった一人でも助けようとしてくれたように。良平さん、このプランどうかな？うん、姉さんたちも喜ぶと思うよ。よかった。お姉さんたちの結婚式楽しみだね。そうだね、俺たちの結婚式の参考にさせてもらおう。みゆきさんとは今も交際しており、現在は婚約者になっている。彼女とは幸せな家庭を築きたいと心から思っている。それからさらに数年後、無事に結婚して俺たちの間に大切な命が誕生した。俺がそうだったように決して甘やかせすぎず、温かい家庭で育ててやりたいというのが俺たちの考えだ。その頃には俺も専務という立場になっており、社長の兄を支える立場だった。俺自身の誓いを忘れず、俺は今日も仕事に励んでいく。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。頼む、助けてくれ。スマホに残された90件の留守電とメッセージ、それは先日やりたい放題をする娘だけを信じて俺をクビにした会社からのものだった。俺にデザインのパクリ疑惑を向けた挙句、誰もかばってくれなかった会社。正直どうなろうが興味がなかった。もう無関係なんで。そうつぶやいてスマホの電源を切り、俺は徹底的に無視することにした。俺は西野優馬、独身で恋人もいないお一人様というやつだ。現在俺はとあるデザイン会社でデザイナーとして勤めている。昔から憧れてとかではなく、小中はサッカー部に所属していたスポーツ少年だった。高校でもサッカー部に入ろうとしていたが、そこで運命的な出会いをした。君どうしたの？迷っちゃって。うちの高校は広いからね。どこに向かいたいの？入学して間もなく、恥ずかしながら校内で迷子になっていた俺を案内してくれた先輩。俺は彼女に一目惚れした。先輩部活は？私美術部なの。もしも部活とか決まってないなら、君もよかったら美術部に入らない？君みたいな子に来てもらえると嬉しいんだけど。喜んで。ということで、一目惚れした先輩が美術部だったため、俺は高校から美術部に入った。すごいね君。そうですか？うん、本当に初心者？初心者ですよ。でもやってみたら楽しくて。美術部に入部したら意外と性に合っていたらしく、毎日楽しく活動できていた。それからデザインに目覚めた俺は美大の色彩デザイン学科に進んだ。親からは結構驚かれたのを覚えている。中学までサッカー少年だったのに、意外なこともあるのね。本当だな。まあやりたいことが決まったならいいさ。費用の心配はしなくていいからな。ありがとう。
美大を無事に卒業し、現在のデザイン事務所に入社した。この間のデザイン、やっぱり西野のやつが選ばれたんだって。まあ、西野相手じゃ仕方ないよな。今や新進気鋭のデザイナーだもんな。そんな風に噂してもらえるほど、自分で言うのもなんだが、若手の中では群を抜いていたと思う。西野のおかげで、うちの仕事は安泰だな。ありがとうございます。これからも頼んだぞ。デザインリーダーの田村修吾さんにも、入社してすぐに実力を認めてもらい、何かと仕事を任せてくれた。今のところはそんな感じで順調だったが、最近悩み事ができてしまった。あんなの大したデザインじゃないわ。よっぽど他の作品がダサかったのね。はあ。それは一つ年下の専務の娘である神山ゆりやがなぜか俺を目の敵にしてくることだ。わざと俺に聞こえるように悪口を言ってきたり、机上の私物を移動させたりする。別に悪口は無視すればいいし、私物は捨てることなく、ちょっと離れたところに置かれてる程度なので、正直大したことはない。一体何をしたいんだ？ああ、また神山さんか。その、あまり気にするな。ただのやっかみだろう。ええ、分かっていますよ。田村さんの言う通り、コンペでの採用は俺の方が圧倒的に多かったため、ただのやっかみだと思い、誰も気にはしていなかった。また、ユリアの父親である神山秀明は、うちの会社の専務。それも、ユリアを長がつくほど溺愛していることで有名なため、誰も何も言えなかった。私は専務の娘よ。私の言う通りにしなかったら、どうなるかわかってるでしょ。ユリアも専務の娘だということを鼻にかけ、やりたい放題となっていた。社内はその状態に慣れきってしまっている状態で、誰もおかしいと訴える者はいなかった。デザインは楽しくて好きだけど、あの頃みたいに心から楽しく仕事はできないな。会社から帰るとため息をつく毎日。あの頃のようにとはいかなくても、もう少しいい環境で、というのはわがままかもしれない。そう思いながらも、あの頃の、特にあの先輩のことが忘れられずにいた。よし、今回は特に頑張らせてもらうぞ。ある時、大規模な社内コンペが開催されることになった。社運をかけた世界的企業のデザインコンペに、社として参加するものを選ぶのだという。社内のデザイナーはこぞって応募している。もちろん俺も絶対に通りたいと意気込んでいた。よし、今回は結構自信作だぞ。その頃、コンペの締め切りが近いということで、俺は最終調整をしていた。それが西野さんのデザインですか？え？すると突然ユリアが背後から俺のパソコン画面を覗き込んできた。それに戸惑っていると、彼女が思いっきり顔をしかめてくる。西野さんのデザイン、私のとすごく似てますね。もしかして真似しました？はあ？そんなわけないだろ。これは俺が一から考えたデザインだ。しかも、そんなことを聞いてきた。もちろん身に覚えのない俺は、すぐに否定した。絶対嘘よ。私の作品の真似をしたんだわ。しかし、ユリアは騒ぎ立てた。それに必然的にみんなの視線が集まる。どうして私のデザインを？最低！そう言って泣き出すユリア。彼女を励ます。というか、専務に見られたら面倒なことになるため、ユリアの周りに人が集まった。西野はそんなことはしない。偶然だよ。そうだ、デザインが似ることくらいはあるさ。違う、絶対に真似されたのよ、この最低人間に。周りの同僚や田村さんがそう言うが、ユリアは納得しない様子だった。だってこれを見て。そう言って
ユリアは自分のデザインを他の人に見せた。これは。確かに、偶然にしては似すぎてるな。そのデザインは多少雰囲気が違うが、構図や色使い、モチーフなどがほぼ一致。誰から見ても、どちらかがパクったと思われるものだった。もちろん、俺はパクリなんてしていない。このデザインは、俺が昼夜問わず考え抜いたものだ。つまり、パクったとしたらユリア。何かしらの方法を使って、俺のパソコンからデザインを見て、そっくりなものを作り、そして、俺がパクったと騒いでいるのだろう。何の騒ぎだ。そこにタイミング悪く専務が現れた。パパ、聞いて。ユリア、どうしたんだ。誰がお前を泣かせたんだ。あの男よ。すぐにユリアが専務に泣きついたことで、俺は深くため息をついた。あの男が私のデザインを真似したの。なんだと？違います。これは俺が一から。うるさい。ユリアがそう言うなら、お前がパクったに決まってる。その上認めず反省もしないだと？どういうことだ？専務は俺の話を一切聞かず、一方的に糾弾してきた。そもそもの話、社内のシステムは盗作防止のために共有されていない。なので、本来ならお互いのデザインを知ることはない。それぞれのパソコンからしか見れないのだ。しかもパソコンにはそれぞれパスワードをかけるから、上の人しか他人のパソコンを開けない。やっぱり西野がパクったんでしょうか。お嬢さんがパクるとは思えないしな。社内の人間なら知っているはずなのだが、専務に逆らえず誰も俺をかばおうとしなかった。俺はそんな社内の雰囲気に嫌気がさしていた。こんなところにいても俺の実力は発揮できない。あの頃のようにデザインを楽しみながら描くことができない。ここにいるより俺は。本当にこんな最低な奴がいるなんてな。娘の心を傷つけたこと絶対に許さんからな。どんどん冷めていく俺の心情に反して、専務は怒り心頭といった様子だった。お前はクビだ。うちにお前の居場所なんてない。さっさと荷物まとめてどこかに行け。二度と顔を見せるな。そしてついに首を宣告してきた。デザイナーとして他の人の作品をパクるなんて絶対にあってはならないことだ。お前はデザイナー失格だ。そう叫ぶ専務。そんな彼の背後にはニヤニヤ笑うユリアがいた。そして口パクでザ・マ・アと言ってきたのがわかる。専務以外がそんな醜悪な彼女に気づいているが、やっぱり誰も何も言わなかった。ちらっと田村さんを見ると、彼は一瞬目が合ったかと思うと顔を伏せた。それどころか関わりたくないという雰囲気を出していた。結局この人も専務側の人なんだな。わかりました。俺はすべて諦めてそう返し、私物をまとめて会社を去った。正直この会社に未練はない。デザインの仕事から離れてしまうのだけが心残りだった。この時の選択が俺自身と会社の命運を分けることとなった。それから1ヶ月が過ぎた。なんだこれ。俺のスマホにかつての上司である田村さんから大量の着信があった。俺は所用のため数時間スマホを確認していなかった。その間に90件もの着信とメッセージが残されていた。確認するのは嫌だったが、しぶしぶ内容を確認することに。今何してる？どこにいる？会社に来ることはできないか？ふざけてるのだろうか？クビにされた会社になぜ現状報告して、しかも訪問しないといけないのだろうか？
どうして連絡をくれないんだ。頼む電話に出てくれ。頼む助けてくれ。など尋常ではない様子が残されていた。それに俺が答えると本当に思っているのか。しかし俺は一方的にパクリをでっち上げられ、この田村さんをはじめ誰も守ってくれなかった会社、そんな会社など正直どうなってもいいと思っていた。もう無関係なんで、そうつぶやいてスマホの電源を切った。今さらなんだよ。そして徹底的に無視することに決めた。うわ、またかよ。すぐに諦めるかと思ったが、数日そんな状態が続いた。俺はいい加減嫌になったし、何より他の大事な連絡がこの着信に埋もれてしまう。しつこすぎだろ。俺はスマホを解約し、思い切って別の携帯会社と契約した。現在の関係者には連絡先を教えたが、前の会社とその関係者には一切教えていない。つまり、前の会社の関係者とは完全に切れたことになり、だいぶ快適になった。やっとうるさいのから解放された。これで集中できるな。それからさらに1年ほど経って、たまたまその会社の前を通った。すると会社が入っていたテナントは更地になり、土地も売られている状態だった。やっぱりな。そう思い、俺はにやりと笑った。自業自得、俺の予想通りの結果だった。まあ、仕方ないことだし。話は10ヶ月ほど前に遡る。俺は前の会社を辞めた後、仕事を探そうと求人情報誌を求めに書店に行った。大きな書店だな。あ、そうだ。せっかくだから画集も見てみよう。そう思い、俺は画集コーナーまで行ってみた。え？すると、そこで懐かしい人物に出会った。その場にいたのは、高校の時に一目惚れした美術部の春木美奈先輩だった。高校の時の姿をまんま大人にした彼女を見間違えるはずなかった。そんな彼女の手には有名画家の画集。突然起きた憧れの美奈先輩との再会に俺は硬直してしまった。あれ、もしかしてゆうまくん？あ、お久しぶりです。美奈先輩は俺に気づくと声をかけてきた。デザイン事務所に入ったって聞いてるよ。大活躍だってね。あ、実は先日そのデザイン会社をクビになったんです。え？俺の言葉に今度は彼女が硬直した。いろんなコンペで入賞していて名前を見ているのに、そんなゆうまくんがクビ？そう言って絶句するみな先輩に俺は思わず苦笑した。今は就職活動中で求人情報誌を買いに来たんです。あのさ、それならうちの会社に来てくれないかな。え？スカウトされたことに驚いて俺は美奈先輩を見つめた。私ね、今は小さなデザイン事務所に勤めているの。少数精鋭でまだ事務所を立ち上げたばっかりだから実績は少ないんだけどね。そうなんですね。うん、だからゆうまくんみたいな実績のあるクリエイターに来てもらえると嬉しいんだけど。そう語ってくれる美奈先輩は、あの頃美術部に誘ってくれた時の表情によく似ていた。お給料は今までの会社ほど出せないかもしれないけど、これから成長していくつもりだから、どうかな？ありがとうございます。喜んで。俺は行くあてもないので、その申し出を受けることにした。ここがうちの会社。まだ小さいけど、いいところだよ。あ、君が西野さん？嬉しいな。君みたいな優秀な人材が来てくれて。これからよろしくお願いします。美奈先輩が紹介してくれた会社は、小規模ながらも雰囲気は良く、社員はみんな協力的だった。
と言っても押しつけがましいところはなく、適度な距離感も保ってくれる。春樹さん、例のやつだけど。はい、もうできてます。ありがとう。西野くんは頼んでおいたデザインどう？はい、できてます。ありがとう、さすがだね。それぞれの役割がはっきりしているので、誰かに仕事を押し付けられることもない。嫌味を言う人物も、嫌がらせをする人物もいない。とても良い労働環境で、俺は大満足していた。どう？やっていけそう？はい、誘ってくださってありがとうございます。うん、こっちこそ来てくれてありがとう。満足のいく日々が続く中、世界的な大企業がデザインコンペを行うという通知があった。今回のデザイン、メインは西野くんに任せようと思う。賛成です。彼ならきっといいデザインを出してくれます。任せてもいいかな？はい、もちろんです。会社として参加するため、俺がメインでデザインを担うことになった。俺が考えたデザインはみんなに絶賛され、最終審査まで残ったということで、俺は美奈先輩と共に最終のプレゼンへ赴いた。え？あんた、まさか。はあ？嘘でしょ？なんであんたが。その会場で以前の会社の専務とユリアと再会してしまった。専務は俺を見るとすごい形相で睨んできた。どうしてお前がここにいるんだ。そうよ、まあパクリ野郎がどんなデザインを持ってきたって私にはかなわないわ。怒鳴る専務の横でユリアも笑っていた。そんな専務とユリアに会場の空気が変わった。他の会社の人がこそこそと噂話をしていた。あの会社だろ、デザインの質が落ちたと言って次々に契約切られているって。うちの会社もおこぼれもらってラッキーだったぜ。あの会社はデザイナーがみんな辞めてって大変らしいけど。実は俺たちもその噂を聞いていた。まさかとは思っていたが、どうやら本当だったらしい。ユリアたちは噂しているのが聞こえたようで、話をしている人間をにらみつけていた。そんな姿を見て、二人とも変わっていないのだと分かった。だからこそ、俺のデザインは負けていないと自信になった。おお、すごいな。さすが西野だ。俺が発表したデザインは、斬新で非常に目を引くものとなった。会場にいた他のデザイナーが、思わず拍手をしてくれるほど。よし。そんな様子に手応えを感じ、俺は小さくガッツポーズをした。やっぱりゆうまくんのデザインはすごいわ。ありがとうございます。きっとゆうまくんのデザインが選ばれるわ。俺たちは自信を持って他のデザインを見ていくことにした。え？ユリアが発表したデザイン。それを見て俺は驚愕した。それは以前、別の会社のコンペで俺が発表したデザインに少し手を加えただけのものだった。そのデザイン自体は落選したものの、一部の人からいい評価をもらえていた。ねえ、あのデザイン。はい、俺が以前発表したものです。そうだよね。けど、なんだか劣化してない？ですよね。美奈先輩の言う通り、それは見る人が見れば劣化版になっているようなものだった。自信満々に発表するユリア。質問いいですか？他の会社のデザイナーが手を挙げて質問を始めた。そのデザインは以前、西野優馬氏が他のコンペで発表したものによく似ていますが、どういうことでしょうか？デザインが似通ってしまうことはよくあることです。よく覚えてはいませんが、頭の片隅に記憶があって無意識に似たものを書いてしまったのかもしれません。ユリアは質問に動じることなく堂々と答えた。無意識にね。
それが本当かどうか、俺なら判別することができる。ここで化けの皮を剥がしてやるのも、今後のために必要なことか。俺はその場で手を挙げた。先ほどの質問でも名前が出たこともあり、みんなが俺の動向を見守っている。自分のデザインには署名があります。不審に思うのであれば、そのデザイン画を調べてみたらいいです。何もなければ、そちらの会社の無実の証明になるでしょう。は？署名？そんなわけ。実は俺のデザイン画には拡大しなければわからないほどのサイズでイニシャル署名してある。こんなことを始めたのは高校からだった。あれ、ミナ先輩何してるんですか？すごく小さく私の署名を入れてるの。こうすると暗号みたいでかっこいいでしょ。これはミナ先輩が高校の時にやっていたことだった。俺は憧れの先輩だったこともあり、そんな感じで密かにイニシャルがあることにもちょっとした刺激になり、必要以上に絶賛していた。それが部内で、かっこいい、本当、暗号みたい。自分だけが知ってるサインか、面白いな、となぜか流行し、それ以来署名を入れるのが俺の癖のようになっていた。つまりこのデザインが俺の作品をそのまま使っているなら必ずあるはずだ。まあそれが俺を助けることになるなんて思わなかったけど。ちょっと失礼。ちょ、俺はタブレットを操作し、表示されていたデザイン画を拡大する。これは俺が描いたデザインだ。その確信があった俺は迷いなくある一部を拡大した。あった。拡大された場所、そこにしっかりと YN と俺の署名があった。な、これは違います。何かの間違いです。ユリアは顔を真っ青にして弁解しようとしていた。そんな彼女に向けられるのは冷たい視線だった。やっぱりパクリだったのか。しかもそのままデザイン使ったってことだろう。よくあれでデザイナー名乗れるな。周りは自分の作品に誇りを持つクリエイターばかり。人の作品をパクるのは許されることではなかった。人の作品を真似るなんて何だったっけ。俺もユリアに冷たい視線を向けながら聞いた。これは何かの間違いだ。そうだ、その男の策略だ。ユリアがパクるなんて、そんなことするはずない。専務が娘をかばおうと声を上げた。いやいや、それはないって。あの西野氏がなんでそんなことするんだよ。というか、ここまで証拠が出てて何が違うんだよ。人の作品を堂々と発表ってどんだけずぶといんだ。しかし周りがユリアを責めるのは変わらなかった。違うのよ。そんな空気についにユリアはその場で泣き出した。ユリア。そんな彼女のもとに専務が走っていった。俺はそんな二人を冷たく見下ろしながらその前に立つ。一度ならず二度までも人の作品を使って恥ずかしくないのか。そう静かに問いかければユリアが泣きながら俺を睨んできた。どうしてあんたのデザインばかり採用されるのよ。大して変わらないじゃない。そう叫ぶユリア。大して変わらないか。だからあんたのデザインを真似すればうまくいくと思ったのに。やっと認めたか。泣き叫ぶユリアに対して俺はあくまで静かに語った。確かに人の模倣は上達するためには必要なことだ。自分より上手い人の手法を学んで自分のものにしていく、それが上達の一歩だけど、丸ごと同じものを作るのは違うんだ。ましてや他人のデザインを自分のものとして発表するなんて、君にはデザイナーとしてのプライドはないのか。そんなんで
自分の作品に誇りなんて感じないだろう。だから君のデザインは選ばれないんだ。ふう。淡々と俺の考えを語れば、彼女は何も言えなくなった。激しく罵られるよりよほど恐ろしく聞こえるでしょ。俺の横に美奈先輩が立ちながら彼女にそう問いかけた。でも彼の言い分に間違いはないわ。そして冷たい視線で二人を見下した。ゆうまくんは高校生の時からいろいろと勉強していたわ。確かに本人のセンスもあるけど、デザインを学ぶことも実力につながるものよ。彼はデザインに進むと決めてから何冊も資料となる本を読み込んで、いろんなデザイナーのデザイン画を見て努力している姿を見てきた。それに対してあなたはその努力をしてないように見えるわ。そんなこと、人を真似したところで本物になんて慣れっこないわ。なんとか言い返そうとするユリアを美奈先輩はバッサリと切り捨てる。パクったものが本家を超えることなんてない。実際にあなたのデザインは彼のデザインの劣化版にしか見えなかった。そしてそんな自分を変えなかったから、こうして大衆の面前にさらされているのよ。人の知的財産を軽率に奪うからこんな目に遭うのよ。人を貶める暇があれば自分自身を磨く努力をすればいいのに。美奈先輩の辛辣な言葉に正直少し恐ろしくなっていた。ユリア。一方ユリアは俺や美奈先輩の言葉が響いたのか、涙を流しながらも立ち上がった。そんな彼女におろおろと声をかける専務。皆様ご迷惑をおかけしました。私どもは辞退させていただきます。本当に申し訳ありませんでした。ユリアは会場と俺たちに深く頭を下げ、会場を去っていった。ユリア。専務はそんな娘を追いかけていった。少々ありましたが続けます。そして会場は何もなかったように進行していった。ああやっぱり。その後俺がその会社の前を通るとテナントが更地になっていたのだった。風の噂によると、あのコンペの後も会社は立ち直ることはできなかったらしい。それから責任を取る形で会社を辞めたらしいが、すべては遅すぎた。会社はあっという間に廃業に追い込まれたのだという。もともと俺が辞めた時点で、明日は我が身と多くのデザイナーが退職していった。中には俺に謝ってきた人もいた。まあもう関わらないでくれって拒否したけど、とにかくこの会社が潰れるのは目に見えていた。もう社長の顔も、あんなに連絡してきた田村さんの顔も、同僚の顔も思い出せない。それと同時に楽しかった思い出も何も思い出せない。さっさと辞めてよかった。そうつぶやき、俺は笑みを浮かべた。俺はある意味運が良かったのかもしれないな。そんなことを考えながら俺は会社へと向かった。あの会社さら地になっていましたよ。俺は会社に戻ると、前の会社がなくなっていたことを美奈先輩に伝えた。遅かれ早かれこうなると思っていたわ。そう語る美奈先輩。あんな会社なくなって当然よ。その言葉には憤りを感じた。なんで美奈先輩はあんなに怒ってくれたんですか？ゆうまくんの才能は高校生の時から気づいていたわ。俺の問いかけに美奈先輩が語ってくれた。それに加えてゆうまくんは努力家であることも知ってる。そういえばあの時も言ってくれましたね。知ってる人がいて嬉しかったです。だってずっと見てたもの。え？その言葉が一瞬わからず、思わず美奈先輩を見つめて聞き返した。美奈先輩の顔は赤く染まっている。それって
ちょっと席外すわ。ミナ先輩は真っ赤な顔を隠すようにそう言って逃げていってしまう。え、マジで。残された俺も顔を赤くして固まるしかなかった。あの先輩。あ、ゆうまくん。なんとか顔の赤みが引いたところでミナ先輩のもとに来た。ミナ先輩、俺の話を聞いてください。うん。俺、高校の時に先輩に一目惚れしました。こうして再会して、正直運命だと思いました。俺と付き合ってください。私でいいの？先輩がいいんです。喜んで。この時、俺は思いっきりガッツポーズを取ってしまった。こんな様子を会社の人に見られ、俺たちのことはあっという間に広まった。そんな矢先、俺のもとに一通の手紙が来た。差出人はユリア。あれから彼女は一からやり直すことにしたらしい。あのコンペで厳しい目を向けられることになったが、それでも雇ってくれたところで再出発を決めたそう。厳しい目にさらされ、それでも俺を超えるデザインを作ろうと奮闘、努力をしているそうだ。ちなみにあの専務とは離れることにしたらしい。専務と一緒にいれば自分はずっと甘えてしまうとのことだ。専務の方も奥さんに叱られたこともあって反省し、地方に移って静かに生活することを選んだそうだ。今では母親経由でのみメッセージのやり取りをしているらしい。その手紙を読みながら、あの田村さんのことをふと思い出した。前の会社が倒産した後、田村さんが俺の元にやってきた。それでうちの会社に入りたいと言ったが、それを突っぱねた。俺を助けてくれなかったのに、自分は助けてもらえると思っているのだろうか。その時、俺の恋人になってくれた皆さんも俺の味方になってくれた。ゆうまくんから聞いてるわ。あなた、パクリの疑惑が出た時にかばってくれなかったらしいわね。それなのに何度も何度も迷惑なほど連絡して、なのに助けてくれると思ってるの？そう言って田村さんを追い払ってくれた。この頃には俺は彼女にぞっこんで、そんな姿すら怖いどころかかっこいいと思って惚れ直してしまった。皆さんと付き合えて本当に夢みたいです。これからよろしくお願いします。ええ、私もこれからもよろしく。そういえば前の会社の社長、彼はもともと政務任せなところがあって、それもあって暴走を止められなかったらしい。社長も今回の件でだいぶ叩かれたそうだ。一応うちの会社にも田村さん同様来たらしい。そこは社長に突っぱねられたそうだ。うちの社員を傷つけておいて今さら何ですか？それは。彼はもううちの社員です。もし彼に迷惑をかけるならこちらも容赦しませんよ。という感じで俺の知らない間に終わっていたそうだ。本当にこの会社に来れてよかったと思っている。コンペ通過しました。本当？すごいじゃないの。それからしばらくして俺のもとにコンペ通過の連絡が来た。すごい、西野くんのおかげで大きな仕事が決まったな。さすが西野くん。西野くんが来てからうちは順調。本当にありがとう西野くん。そして誘ってくれた春樹くん。大きな仕事が決まったと湧く社内。そんな雰囲気に俺は皆さんと顔を見合わせて笑った。なんだかデザインをしていてこんなに嬉しく思ったことはありませんよ。そうなの？はい、全部皆さんのおかげです。そんなことないわよ。みんなゆうまくんの努力の結果よ。そう言って笑う彼女に俺は満足感で微笑み返した。自分の書いたものが多くの人の目にとどまることが心から嬉しく思っていた。これからも自分のオリジナリティを大切にして
新しい作品を生み出していきたいと思っていた。新しいデザイン完成しました。ありがとう。絶好調ね、ゆうまくん。皆さんとこの会社のおかげです。この会社で大切な人と共にこれからも頑張っていこうと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。もうお前の古いスキルはいらない。クビ。所属している会社の社長がこの世を去り、組織は再編成された。その際に新しく部長となった人物に呼び出され、俺は突然クビを宣告されてしまった。エリートが来る以上、使えないジジイはいらないんだよ。もともと彼に嫌がらせを受けていた俺。どうやら新しく若いエリートを雇うので、ジジイである俺はいらないらしい。俺はおとなしく首を受け入れ、どうなっても知らないからなという思いで会社を去ることにした。それから数日後、案の定会社は大変な事態に陥るのであった。俺の名前は奥村翔太郎。今年で50歳になる男で、結婚には全然興味がなく独り身だ。性格は比較的控えめな方だと思う。仕事はシステムエンジニアをやっていて、多くの人が街や電車の広告、テレビ CM で聞いたことがあるだろう A という会社に所属している。システムエンジニアという仕事を選んだのは、昔からパソコンを触るのが好きだったからだ。子供の頃、親に無理を言ってパソコンを買ってもらい、オリジナルゲームや自分のホームページを作って遊んでいた。趣味はそのまま変化せず、大学を卒業して今の A 社に新卒で入って今に至る。こうやって振り返ってみるとびっくりなのだが、もう勤続30年に迫っているのだな。いやはや時間の流れとは恐ろしいものである。一説では20歳前後で人生の体感時間は半分終わっているというが、本当にその通りかもしれない。それだけ勤続していても俺の立場は主任で止まっている。それは俺自身の意思によるものだ。同期や後輩からはなぜ上へ行かないんだと再三指摘を受けている。それでも俺は今の立場にとどまり続けている。俺なんぞ人の上に立てるような人間じゃないのだ。控えめであるがゆえにそうやって自分を卑下していた。ある日のこと、朝早く出社して始業前に掃除をしていると会社に電話があった。俺は毎朝掃除をしているが、この時間の入電は決まって誰かが会社を休む旨の連絡だ。おはようございます、 A 社です。あら、奥村くん、私よ。相手が誰なのかは声で分かった。岡本社長の奥様である。だがどこか声に違和感がある。彼女はおっとりした人なのだが、今は焦燥が見える。どうされました？それがね、さっき夫が緊急搬送されたのよ。は、緊急搬送？あまりに唐突だったからか、はたまたまだ寝ぼけていたのか、俺は彼女の言葉を一瞬だけ理解できなかった。数秒遅れてやっと大変な出来事であることに気づく。え、社長は大丈夫なんですか？それがまだわからないのよ。今まさにお医者さんに見てもらっているところなの。とにかくそういうわけだから今日は会社には行けないわ。何が起きたのか聞くと一連の流れを教えてくれた。彼女は朝起きて寝ている旦那さんを起こそうとしたのだが、彼の様子にどうも違和感があったらしい。異様に静かで青白く、不安を覚えて額を触ってみた。すると異常なまでに体温が低かったという。何度呼びかけても起きないから急いで救急車を呼んだの。今は病院から携帯で電話しているらしい。どちらの病院ですか？心配でたまりませんから、何人かで急いで伺います。そう？岡本社長が運ばれたのは、
会社から30分くらいの比較的近い病院であるようだ。電話を切り、出社してきた役員に事情を説明して、共に教えてもらった病院へ向かった。移動中、病院を目指して進む一行は一言も喋らなかった。全員、岡本社長の無事を祈り続けていたのだ。だが、現実はあまりにも非常であった。俺たちが病院に到着した頃には、岡本社長は帰らぬ人となっていたのだ。A 社に長くいるだけあって、彼との思い出は挙げればキリがないほどある。岡本社長。知らせを受け、俺は病院の廊下で膝をついて涙した。それから数日は、食事も喉を通らないほど落ち込んでいた。ただ会社へ行き、ただタスクをこなし、帰宅してただ寝るだけ。そんな風に人間性を失っていた俺だが、ふと気がついた。岡本社長はこんなこと望んでないよな。彼の喪失を嘆いてばかりではいけない。そう自分を奮い立たせ、なんとか立ち直ることができたのであった。岡本社長の逝去に際して、A 社では会社組織の再編成が行われた。これまで役員をやっていた上里さんが新たに社長となり、俺の上司である部長が空いた役員の席へ。多くの昇格があったが、俺は相変わらず主任のまま。代わりに沢村彩人という人が部長の座に就いた。上里さんによるスカウトで、同業他社から入社した30代の若い男で、相当頭のいい大学を出たらしい。A 社の皆様、本日よりお世話になります。沢村彩人と申します。私なりにイノベーションを起こしてまいりたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。沢村部長は、初参加の朝礼でそう挨拶した。背が高く、きちっと固めた髪と眼鏡、そして高級感あふれる背広が知的な印象を与える。絵に描いたようなエリートといった感じだ。奥村さん。その日の昼休み、昼食を終えて事務所で本を読んでいると、沢村部長がいらっしゃらないタイミングを狙って、後輩が小声で話しかけてきた。どうした？今日から来てる沢村さん、奥村さん的にはどうですか？どうっていうのは、何について返答するべきだろうか。学歴か、仕事ぶりか、それとも容姿か。答えに迷っていると、彼が抱いた印象を話してくれた。確かに知的な人って印象ですけど、なんだかプライドが高そうじゃないですか。そのセリフを聞いてか、周りの社員たちが話に参加してくる。わかる。ちょっと面倒そうですよね。思い通りにならないと気に食わなそうと言いますか。自分はなんだか、失礼かもしれませんが、気に入らないですね。初日早々、沢村部長の印象は悪いようだった。ほらほら、見た目で判断しちゃいけないよ。よそから来て、あの若さでいきなり部長に抜擢されるんだから、きっとすごい手腕を持ってるに違いない。新部長が少しかわいそうに思えてしまい、俺はそう仲間たちをなだめた。そうだといいんですけど。僕は怒鳴らないかつネチネチ言わない人なら何でもいいです。納得してくれたかはさておき、彼らはとりあえずその場での陰口はやめてくれた。それから数ヶ月が経過した。新しい部長にもすっかり慣れ、新鮮だった感覚は A 社の日常へと変わった。というわけだ。沢村くんやみんなのおかげで、我が社はまた大きな仕事を勝ち取ろうとしている。朝礼の場などで、上里さんは沢村部長を褒めた。うん、確かに俺が抱いたイメージの通り、彼のシステムエンジニアとしての能力はとても高かった。社長を直々に称賛するのもうなずける。お客様の要望を正確に読み取り、迅速にその期待に応える。大きく難しいプロジェクトがあると率先して先頭に立ち、プロジェクトメンバーをゴールへと導く。我々が目指すお手本のような姿を、彼は部下たちに見せつけたのだ。そこまでは良かった。
同僚や後輩たちがなんとなく危惧していたように、沢村部長には少々問題があると判明。主に性格の面である。例えば、エラーかよ。プログラミングをやっていて思わぬエラーが出ると露骨にイライラする。しかもそれを独り言という形でブツブツと表に出し、時にはドンと机を叩くこともあった。つまるところ、沢村部長は自分の思い通りにならないとすぐ怒る癇癪持ちであったのだ。おかげさまで事務所の空気は悪くなり、上司である彼に相談事がある社員たちは話しかけるタイミングを吟味するのに苦戦。仕事が滞ってしまうことも珍しくなかった。さらにその癇癪は部下たちにも向く。システムを作る上で多少の予期せぬエラーが起こるのは仕方がないことだろう。少なくとも A 社ではそのために使用期間を設けてある。たとえその使用期間中であったとしても、部下のシステムに関してバグ報告があると。おい、鈴木、ちょっと来い。ある時、仲間の鈴木が呼び出された。お前のシステムにバグがあるって報告が来てるぞ。すいません、すぐに修正をかけます。鈴木は謝罪の言葉を口にし、バグ報告書を受け取ろうとした。そのままおとなしく渡せばいいのだが、沢村部長はイライラしていたのか、再度怒鳴り始めてしまう。バグなんかでよそ様に迷惑かけて、しかも俺の顔に泥を塗りやがって。と、人の上に立つ上司とは思えないことで怒っている。彼が部下に対して向ける怒りの理由は、今回に限らず自分のメンツに関わるものが多い。初日に皆が言っていた通り、彼は、プライドが高いのであろうな。さっさと直してこい。表情にやれよ。鈴木が何度も謝る。沢村部長はなおも机をどんどん叩き、その後しばらく己の怒りをあらわにし続けた。いつものことなので諦めかけていたのだが、かれこれ10分以上はネチネチ言っている。さすがに見ていられず、俺は思わず立ち上がってしまった。やりすぎですよ部長。少し強めに放った俺の言葉で事務所は静まり返り、キャスター付きの椅子が後方に動く音だけが響いた。あ？俺に文句があんのか？部長の怒りの矛先が俺に移る。新しいシステムでバグが見つかることなんてよくあることじゃないですか。そのための使用期間だってことは、部長ほどの方であればお分かりですよね。沢村部長は何も言わず手を払い、鈴木に戻れと暗に示した。続いて鋭い視線を俺に突き刺す。バグ報告があったら真摯に受け止めて直したらいいじゃないですか。今度はなだめるような口調で言ったのだが、彼の怒りはさらに増幅したようだ。なんだお前、何を偉そうにごちゃごちゃと。長く勤めておいて主任止まりの無能じじいの癖してよ。また机をドンと叩き、俺へのあざけりも兼ねてそう怒鳴った。その場の空気は最悪だ。今は立場の話なんて関係ないでしょ。そう言ったが、沢村部長はまだ怒りが収まらない様子。聞くに耐えないひどい罵詈雑言を吐き続けている。すみません、生意気なこと。言いたいことは言ったし、鈴木ももう解放された。これ以上かき回す必要もないだろう。そう判断し、俺はおとなしく引き下がることにした。ごめんね。地獄のような空気にしてしまったことを周囲の人たちに謝り、仕事を再開。その日は結局、就業までよそよそしい雰囲気のままだった。そんなことがあった日から、沢村部長の俺に対する扱いはひどくなった。どうやら口答えされたあの一件で嫌われてしまったらしい。おいおい、ゴミが散らかり放題だぞ。ジジイは掃除もろくにできないのか。最初は奥村だった呼び名はあの日からジジイに変わった。まあジジイなのは俺も自覚しているので構わないのだが、問題なのは俺が掃除しているのを分かっていながら、沢村部長はわざと散らかしているというところだ。すみません、すぐやります。
俺が毎朝早く来て掃除しているのと同じように、沢村部長は早く来て事務所で朝食をとる。菓子パンと缶コーヒーのセットだ。そのパンのカスを意図的に床にばらまくのである。嫌がらせは時間とともに加速する。最初はゴミをまく程度だったのだが、最近では仕事にも支障を入れてくるようになった。おいジージー、これもやっとけ。はい。書類を渡されたので内容を見てみると、そこそこ重い仕事だった。決してコーヒー買ってこいみたいな軽いノリで渡されるべきものではない。今週中にやれよ、納期が迫ってんだからな。今週中ってもう水曜日の夕方ですよ。2日ちょっとで片付くような仕事じゃないことは明白。できないなら覚悟しろよ。わかりました。こんな風に無茶すぎる短納期で仕事を強要してくるのだ。毎晩夜遅くまで残業し、時には会社に泊まることもあった。場合によっては休日さえも返上し、彼の無茶に応える。いくら誠実に答えても、ちょっとしたエラーが見つかるだけで大激怒だ。俺はこれまで仕事が嫌だと思ったことはなかった。だが、ここへ来て嫌に思い始めた。まったくどうしたものか。またある日、俺は沢村部長に呼び出しを食らった。彼から振られた無茶な仕事が立て込んでいるので、勘弁してくれと嘆きながら沢村部長のデスクへ。お疲れ様です、沢村部長。おう、来たか、じじい。これまで呼び出されるといえば、何かで怒られるケースしかなかった。だが、今回は様子が違う。怒っているどころか、ニヤニヤと笑っているのだ。不思議に思いながら、俺は部長の言葉に耳を傾ける。最近、お前の仕事が遅い。自覚はあるか？そんな質問が飛んできた。正直に言うと、確かに心当たりがある。最近、過労とストレスで常に体調が悪い気がしている。なんとか神経が乱れているのか、寝つきも悪い。寝不足だからパフォーマンスも落ちる一方だ。本来の能力が発揮されていないであろうことは、俺から見ても明らかな事実であった。しかし、それは多分、いや、間違いなく沢村部長のせいだと思うのだが。もうさ、ジジイだから仕事がきついんだろ。俺が返答を考えている間に、沢村部長は笑いながら言った。いえ、しっかりと休むことさえできれば問題ございません。無理はしなくていいぞ。実は大企業からスカウトしたエリートが来週からうちに来るんだ。と語りながら、彼は口が裂けてしまうんじゃないかと思うほど口角を上げてにやつく。俺は特に何も言わず、視線だけで何が言いたいと疑問を呈した。察しの悪いじじいだな。システムエンジニアは常に新しいものを学んでいく必要がある。そうだな。まあそれはそうですが。だったらわかるよ。もうお前の古いスキルはいらない。クービえ、何か嫌味を言われそうだな。そう覚悟して沢村部長のデスクへ向かった俺。それなりに構えてはいたが、予想外のさらに外側をつく答えが聞こえて固まってしまった。冷静に沢村部長の言葉を一つずつ噛み砕き、理解しようと試みる。社長は、上里さんは何とおっしゃっているのですか？解雇を言い渡されたのだと理解した途端、平静を装う余裕はなくなった。みっともなく声を荒げ、俺はそう質問する。俺の判断だ。エリートが来る以上、使えないジジイはいらないんだよ。どうやら上への相談はしていないらしい。どうしよう。30年ほどやってきた A 社で退職を強く迫られた。我が人生においてこれ以上の絶望はなかったな。分かったら数日中に退職届を用意しておけ。お前も一応システムエンジニアの端くれだ。技術は日進月歩で成長していくんだから、古いジジイより新しいエリートの方がいいって理解できるだろう。しかし上には口応えすんなジジイ。分かったらとっとと手持ちの仕事を終わらせろ。若いエリートに面倒事を残すんじゃねえぞ。
それだけ吐き捨て、沢村部長はそそくさと外部との打ち合わせに出かけてしまった。そんな彼を見ながら俺は鼻で笑った。内心、どうなっても俺は知りませんからね、と嫌みたらしくつぶやきながら。数日後、俺は長年付き添ってくれた仕事仲間や新しく来たエリート君に仕事の引き継ぎをした。俺が管理していたシステムの全権利を沢村部長に譲渡。さっさと消えろ、と部長はそう言うので、退職届を出した翌日から有給消化に入ってやることにした。奥村さん、本当に辞めちゃうんですか？寂しくなりますね。ありがとう、みんな。だけどほら、部長の言う通りジジイだし、仕方ないことだよ。引き止めてくれる仲間、もはや戦友と呼べる彼らにそう告げて、俺は会社を足早に去る。泣いてしまわないうちに家へ帰ろう。それから数日後、俺は自宅でのんびりしていた。最初は次の仕事を探そうと考えていたのだが、最近では別にいいかとも思い始めた。どうせ独り身だし、今までも質素な生活をしてきたので貯金は十分にある。よほどの贅沢をしなければ目をつむるまで余裕で暮らしていけるはずだ。早期リタイアってことで気ままに生きよう、そう思うようになっていたのだ。その日の昼は料理に挑戦してみた。時間や気力の都合上、これまでは簡単なものしかやったことがない。だが今は時間が無限にある。ネットで見た美味しそうなレシピを再現。うん、悪くない味だ。料理って案外楽しいな。美味しいものができると自分は一流シェフなんじゃないかという錯覚を起こす。それが俺に多幸感をもたらしてくれるのだ。ん？テレビをつけると多幸感とは真逆の不穏なニュースが流れていた。何でもある会社のシステムが崩壊し、大規模な障害が発生しているらしい。へえ、大変なことになってるな。なんてのんきに映像を眺めていると、非常に伏せて置いてある携帯がブーブーと騒ぎ始めた。なんだろう、とてつもなく嫌な予感がする。恐る恐る携帯をつかんで画面を見てみると、そこには神里さんの文字があった。もしもし。おお、神里だが、すまないね、休暇中に。休暇中？確かに休暇中ではあるが、普通とは違うはず。神里さんが何を言っているのかわからなかったが、それよりも俺は彼の声が震えていることが気になって仕方がなかった。いやー、驚いた。沢村君から君の退職届を見せられた時は腰を抜かすかと思ったよ。沢村部長に嫌われてしまったみたいで、実質解雇ですよ。それより雑談をしている場合じゃないんじゃないですか？そう聞くと、神里さんはああと肯定してから、咳払いを一つ、なおも震えながら神妙な声色で語り始めた。どうやらもうニュースは見てくれたようだね。うちのシステムで障害が発生しているんだ。先ほどテレビで見た障害の起きている会社というのは A 社のことである。それもかつて俺が管理していたシステムだ。退職時、すべての権限を沢村部長に渡したのだが、どうやら彼では扱いきれなかったようだ。もう察してくれたかもしれないが、この事態の根本的な解決には君の力が必要だ。あれを長らく管理してきた翔太郎君の力がね、どうか助けてくれないだろうか。どこかの誰かとは異なり、神里さんの言葉には誠意がこもっている。これを断るのは両親が痛むな。しかし私は退職に向けて有給消化中です。ああ、そのことだがね、翔太郎君は今ただ休んでいるだけということになっているよ。え？疑問を呈した俺に神里さんは事情を説明してくれた。何でも神里さんは最近の俺を案じてくれていたらしい。かつてないほど疲労していて、それに伴って無理をしすぎてさせられすぎていた。だからあえて何も言わずに数日休ませ、それから退職届の話をしようとしていたという。翔太郎君の意思を聞きたい。本当に辞めてしまうのかね？
私は辞めたくなどない。本当は A 社に身を置いておきたい。こんなことで辞めてしまっては、俺が仏さんになったとき、先に亡くなった岡本社長に合わせる顔がないからだ。後の選択は君に任せる。それじゃ、電話が切れた。どうするべきかという迷いはない。俺はスーツに着替え、A 社へと急いだ。会社に到着すると、内部は大混乱していた。奥村さん、おい、奥村さんが来てくれたぞ。なんて仲間たちの歓声が聞こえる。いやいや、そんな大げさな。せわしなく行き来する彼らとは反対に、沢村部長は一人であわあわしていた。どうやらパニックに陥っているようだ。待っていたよ、翔太郎くん。上里さん、私にできることがあるならこっちだ。上里さんに案内され事務所の奥へ。そこは部長の席だが、座っているのは例のエリート君だ。彼がそこで復旧に当たっているらしい。奥村さん。俺を見るなり、エリート君はすがってきた。奥村さんの資料を参照しながら作業していたのですが、僕、もう限界で。そうかい。ここまでよく頑張ってくれた。あとは俺に任せてくれ。俺は英雄気取りでそう言い、エリート君と席を変わった。そこからは忙しすぎてあまり記憶がない。気がついたら23時過ぎでシステムの修復は完了していた。事務所各所からは安堵のため息が聞こえてくる。本当に助かったよ、翔太郎君。なんとかなってよかったです。上里さんと話していると、そこへ例の人物が現れる。あんた、なんで？憔悴しきり、普段はピシッと着こなしているスーツを乱してやってきたのは、沢村部長である。なんであんたみたいな古い人間があんなすごいシステムの管理を？なんで権限を譲った時に気づかないんだと問いただしたくなったが、なんとか答える。そんな俺の代わりに口を開いたのは上里さんであった。翔太郎くんは我が社の大事な初期メンバーだからだよ。え？俺が大学生になった頃、幼少期からやっていたプログラミングは他人から高く評価されるレベルに達していた。システムエンジニアになりたいと思っていた俺にとって誇りとなる武器である。そんなある時のこと。なあ翔太郎、今度そこそこでかいプログラミングコンテストがあるらしいぜ。大学のアトリウムでお昼ご飯を食べていると、講義から戻ってきた友人がそう教えてくれた。その手にはコンテストのものとおぼしきポスターを持っている。へえ、コンテストね。オリジナルゲームから商業用のシステムまで何でもあるらしいぞ。翔太郎、参加してみろよ。え、俺がコンテストに？そうだよ。お前プログラミング経験も長いし、実際いいもの作るし、かなりいいところまでいけると思うんだよな。コンテストにはあまり興味なかったのだが、俺はその友人に促される形でなんとなく応募してみた。知り合いからの評価じゃなく、客観的な評価をもらって自分の実力を正確に把握するにはちょうどいい機会だ。出したのはオリジナルゲームである。この時流行っていた RPG のパチモンみたいなものだ。締め切りまであまり時間がなかったので、極めてシンプルな作品になった。自分ではちょっと微妙だったかな、くらいの感想を抱いていたのだが、それがまさかの最優秀賞を受賞してしまった。受賞した数日後、俺の前にとある人物が現れた。彼はプログラマーであるらしく、岡本と名乗った。つまり、私をその会社のメンバーに入れてくださると？ああ、そういうことになる。君の作品、大変素晴らしかった。ぜひ、その力を貸してほしいのだよ。岡本さんは、どうやら会社を作ろうとしているようで、システムエンジニアの一人として、俺を引き入れたいようだった。わかりました。よろしくお願いします。本当かい？ありがとう。ありがとう、奥村くん。昔から趣味でやってきたことが功を奏したと感じ、
俺は岡本さんの話に乗ることにした。ほんのわずかにだが、心の奥底には就活で苦しまなくて済むという喜びもあったが、それはここだけの秘密にしておいてほしい。大学を卒業した頃には、岡本さんの計画も進み、正式に A 社が誕生した。発案者である岡本さんが社長、岡本社長となり、彼の知り合いである上里さんが社長の補佐を務めた。俺は何人かいるエンジニアの一人として参加。岡本社長の手腕は凄まじく、A 社はみるみるうちに大きくなった。ある日、エンジニアの中でも会社によく貢献しているとして、岡本社長は俺に役職についての話をしてくれた。君の貢献は素晴らしいね。君さえ良ければ部長になってくれないか。所属しているエンジニアたちをまとめる役割だ。非常に嬉しい話ではある。しかし、俺は首を横に振った。私は大したことはしていません。それに人の上に立つなんて柄じゃないですし。自分なんかと俺は俺を卑下したのだ。それから何度も同じ話があったが、その度に断り続ける。岡本社長も上里さんも、そして同僚さえももったいないという。それでも俺は頑なに人の上に立つことを拒んだ。やがて岡本社長は俺の思いを受け入れてくれたが、一つだけ頼まれた。わかった。管理職にはつかなくていい。だがせめて主任にはなってくれ。数々の成果を上げてくれた君に何の役職も与えないなんて私の気が済まんからな。そう懇願され、俺は主任になった。それから30年近く経過した今でも、主任という立場に居続けている。これじゃ控えめというより頑固に近いな。俺はそう、時々自分でも笑ってしまう。上里さんから奥村翔太郎という男について聞いた沢村部長は、そんなバカな、なんて震えながら絶望している。あんたみたいな古い人間がどうして、どうして、まだ言うか。そう呆れていると上里さんが再び口を開く。人は勉強することで自分をアップデートできる。会社創設から今までシステムを支え、柔軟に対応してくれている翔太郎くんは古い人間なんかじゃないだろう。上里さんの言葉が終わるのと同時に、沢村部長は膝から崩れ落ちた。その目からは大粒の涙が溢れており、悔やんでいるように見える。己の態度を反省してくれていると嬉しいのだが、果たしてどうだろうか。その後、俺は上里さんと話をして退職を撤回。A 社に所属するシステムエンジニアの一人として復職した。また、沢村部長は事件の責任を取って、自らの意思で辞めていった。上里さん曰く、彼のエンジニアとしての実力は確かだったのだが、本人の意思が固いことと、彼の横暴さの被害に遭った社員たちのことを考えた結果、引き止めなかったらしい。そして、というわけですから、僭越ながら、本日から私、奥村翔太郎が部長を務めさせていただきます。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。空いた部長の席には俺が座ることになった。上里さんや信頼している仲間たちからの推薦である。今回は断ろうという選択肢はなかった。また何かしら事件が起こるかもしれない。その時に俺ができることを増やすためにも、頑固であり続けるのはやめようと思ったのだ。それと、突如として亡くなった岡本社長の思いに応えたいという考えもある。部長という立場について半年、最初は緊張していた俺だが、今ではすっかり慣れてしまった。とある反面教師を参考に、良い雰囲気作りを心がけている。やっと部長になった俺を見て、上里さんはうんうんとうなずいている。申し訳ございません。長らくお待たせしました。新人エリート君の実力は目を見張るほどで、いつか追い越されてしまうんじゃないかと日々震えている。
というのは大げさかもしれないが、とにかく二度と古いジジイなんて呼ばれないよう自分をアップデートし続けていく。俺は改めてその大切さを胸に刻むのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。